どうもこんにちは、クロネタです。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム、続きからやっていきます。しょー、はいやっぱ起動できるみたいだね。というわけで、前回こちらのドトンの術を使えるようになりましたよと。あ、ミスった。よっ、はい。まあ便利だけど戦闘では使わないかな。まあ武器がなくなった時の最終手段っていう感じで考えてはいますけどね。でだ、前回前々回と、まあ、この辺りの探索をがっつりと進めているんですが、まだ端の方とか見れてないし、あとは空島の探索かな。まあまた何もない可能性があるんで、そこら辺の探索をまあちゃちゃっとやっちゃおうかなと思います。まあ何もなかったらバッサリっていう感じかな。お、あー、敵の拠点だね。あれイエロックか。あ、おっと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 、あ、またこういう敵にドトンの術はどうなんだい。そい、強っ。チュチュワンパンか。あ、これでかいかもな。まあこれをやる前に味方がやってしまう可能性はあるから微妙かもしれないが、あー、でかいかも。これは、あ、これか。気にはなってたんだよね。なんか円形状でドームみたいになってるから、何かなと思ってはいたんだけど。お宝ぐらいあんのかな。ちなみにこの上は、あ、これって言い方、いや、なんかいるね。あれ、ゴロン族、ゴングを鳴らす頃。あ、あー、鳴らすものを作れってことか。おい。あ、違う。チュチュじゃない。チューリじゃない。うん。でっかい塔を作った。あ、これね。はい、でっかいゴングがついている。で、これを使った力試しを考えた。ああ、いいよ。うん。ゴングをでっかく鳴らす。でかいものを投げつけてみる頃。そうすればゴングは答えてくれる。ほう。ガラクタ言うな。チャンスは一度きり。これを作ってすっからかん知らんけど。ああ、まあ30ならいいよ。ゴングを鳴らす？え、これどうすりゃいいんだ？え、制限時間はないよね。あ、ないか。何かをぶつけろってことか。起き上がりこぼし、これかな。こうでいいのかな。まあどうせだったら怒涛の術いくぞ。そい、あ、来た。 かなりしなったけど OK。魔物の叫び声を聞いた気分頃、それって褒めてる？93ゴロデシベル。あ？あ、よかったんか？あー、オパールどうなの？さらなる高みへ行けるはず頃。あー、でもまあそういうことか。もっといい音を出せれば、もっといい宝石がもらえるとか。で、まあ、それを売ればお金稼ぎにはなるよってことかね。うん、まあ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 、これは、時間がある時にでもやってみようかな。雨だ。
じゃああそこを見てみます。どこだっけこれ。あ、これか。あ、うわ、ちょ、待って嫌がるな。まあ、なんちゃらグリオークになるんだろうな。前に氷雪グリオークかはやりましたけどね。てか雨降ってる状態であんまやりたくはないか。あ、でもそうだ、今の俺にはあれがある、五雷の兜。もし雷使ってきたとしても無効化できるよね。てかさ、こっからだったら一方的に殴れたりしないかな。もうちょい下行ってこれいけたりしないか。待て、まあ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 、物は試しだよね。ご了承なら任せろ。で、あ反応しましたね、反応しましたね。あ、開いた。待って、急いでよいしょ。待て、これどうしようかな。この辺でもいいよな。よし、ほらほら、体力バーなんか出てねえが、知ったこっちゃねえ。くたばれ、ほらくたばれ。いやー、さすがに無理か。結構減ったな。よし。あ、くそ。飛ぶんじゃねえよ。あ、いった？って待って、これ雷降ってるよね。だったら、ここで、ご覧の兜。よし。うおー！あ？そんな落下ダメージで終わったおい、雷使ってこいよ。てか強すぎたな。なんだよ、どんな感じになるのか見たかったのに。グリオークの雷電角かな。でも落とすのはやっぱこういう感じ、微妙だね。あと、だいたい、ワンコンボで終わるな。なんだい、なんだい。で？こいつがいたってだけかな？まあ、ちょっと見て回るか。あ、武器は用意されてるんだね。これはなんだ？あ、ただのくぼみ？あらかた見て回ったけど、なんか隠し扉とかあってもおかしくはないけどな。やっぱこのくぼみが気になるけどな。ん？あ？あ、ちょっと待って、こっちの像だけ剣持ってない。あ、また、そういうことか。これを、あ、うわー、そういうことか。うわー、ててん、なるほど。これは発見。闘技場跡地の洞窟装備ですか？ですかね。まあ、この武器はいらねえや。ちょい、これは、あ、読める。この地を訪れし者へ、世にも不思議な地で入手した財宝、夢見の勇者の面、夢を見る島？あ？ハイラル丘陵、血流れの地にキノ
古のごとき大木に囲まれし遺跡あり。そこにもあるってことかな。ラムダだ。ラムダの財宝、夢見の勇者服3。え、ってことは、そういうこと？オープン。あ、てててて、ん、一度入ると出られない不思議な島、来た。夢を見る島だ。ちょい。効果何もない。うわ、これ胴体と頭気になるな。夢を見る島だと思うんだ、これは。ってなるとなんだ、顔とか結構変わんのかね。かなりデフォルメされた世界観だからね。こういうのあるんだ。ブレワイの時あったかな、これ。あ、またカエルの声。カエルがどっかにいます。どっかにいますっつってもな、どこだ。ここまで一本道だったけど、どっか道があるか。もしくは今みたいなギミックが他にもあるとか、もしくはこの辺りから通れる深い。これ剣取ったらなんか起こんのかな。あ、そんな感じで取れんのこれ。よいしょ。ひどいことやってませんか。よいしょ。何も起きねえのかよ。なんだよ。あ、普通に道ある。ごめんごめんよ、君たちの武器をただ取り上げただけだわ。いや、これはね、カエルが悪いよ。カエルが悪いです。俺が悪いわけじゃありませんよ。おれ、よし、とせい。オッケー、迷いの落とし物。お、そこなんかありそうですね。で、あれ見た後に向こうかな。あ、あるじゃん。やっぱあの形の島は絶対ガチャあるんだな。敵いるね。お前はただのゴーレムかい。ありがとう。素材ありがとう。で、ま、これ、こういうことよね。よいしょ。あ、待った、お宝あるな。あ、水戻っちゃう感じか。え、水戻っちゃう？なら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 、どこ行った？あ、これだ。浮遊石。オッケー。これを、よいしょ。まあ、こんな感じでつけまして、もう目玉でいいよな。ドトンの術使わなくていいよな。まあ、これで固定しちゃえば。はい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 、魚もゲット、魚もゲット。逃げることができないようだね。オッケー。そしてお宝オープン。お、賢者の石溜まってきましたね。いいぞ、あと1個だ。こう、いけ、うい。まあそこの敵は無視でもいいかな。気づいてない、危ねえな、あの野郎。あの野郎、この辺りで手前。 OK、 危ない危ない危ない。あ、どこ行くの。あ、ちょっと
相変わらず着地が下手だな。さよなら。さよなら、どっかでまた会おう。まあ、消えちゃうんだろうけどね。で、待って、ガチャガチャあったよね。あ、これだ。近くない？ちょっと近くない？まあ、大丈夫か。ならならなら、まあ、ガチャを回しましょうよ。ここでいいや。いけい！さあ、何が出た？タイヤロケット？タイマー爆弾、あ、ライト、あー、なるほどね。あんま使ってないけど、あー、で全部か。微妙ですね。これなんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、わー、ホコラチャレンジ。じゃあそこにあんのかな。地のどかおのほこら、まあ、取り巻きどうして、はい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 。で、まあ喋りかけてくんでしょ。あ、いい、わかった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 。場所教えろ、場所。光をさせ、光を。あー、向こうだわ。これ、あ、前にもあったな。あ、はい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 。これ動かすことで、これが動くやつ？あー、懐かしい。いや、これね、結構好きなんですよね。ただ、向こうに合わせるためには、ちょ、なんかついてるけど。待って。あ、こうでいいんじゃない？こうでいいわ。あれ、どうすんだ？いや、そこで繋がっているだけなら、これいけるかな？ダメか。ワンチャン戻れこう。いや、これ揺れるだけかな。だな。これ引っ張れよ。これ引っ張ることができたら一番楽なんだけどな。なぜ、リンクはこれを引っ張ろうとしないんでしょうね。まあ、後で取るわ。あー、で、これだ。はい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 。あ、ちょっと、危ない。はい、祝福でしたよと。で、これよな。元に戻ってない？これ、こうじゃダメかな？あ、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 待った。あ、いけそう、いけそう。いや、これはさすがにいったでしょ。よいしょ。おい。おい。よいしょ。で、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 あ、あ、はいはいはい。これはいける、これはいける。切らなきゃダメ？これどう？あ、ちょ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 。あ、よし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 。あ、オッケー！おら！おいって。おいって、どんだけあんだよ。まだ探せてないんですけど。まあ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 。まあ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 。これは完全に収録外ですね。危ねえ。ここ穴開いてるやんけ。なんだこの形は。とりあえずこれで空島も全部終わったか。だーな。となると、この辺見てないんだよね。こっから飛んじゃって確認してもいいか。ワプー。そうだ、ここにいるんだわ、奴が。まあ、氷、雷やっちゃったし、あいつもやっちゃってもいいけどな。どうせ弱えだろう。あ、看板の人。看板の人？
なんだこれ。おい、なんだこの看板よ。もう適当じゃんこんなんさ。アイリア大橋。さーて、どう料理してくれようかね。また上から奇襲とかやってみる？届くかこれ。なんか判定がシビア。どうした？どうした？どうした？いける。これはさすがに気づかれるか。あー、どうなんだ？こっち見てるよね。向こうから行けたらなーって思うけど。それか、翼作って、後ろ側に回り込んで、奇襲する？それでもいいなぁ。ブループリント！おい！オッケー！では、行きましょうか。ゴー！おい！オッケーオッケーオッケー。気づかれてないね。気づかれてないね。はい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 。はい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 。気づくのかい。気づくのかい貴様。しょうがねえな、おい。しょうがねえな。気づいてしまうんだったらしょうがねえな。熱いだと。ちょっと待って。そうか。じゃあ、こうだ。よいしょ。どう？あ。あしゃ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 。なんだその微妙な位置は。待てよ。まあ、この装備でいいから、チュチュゼリーをやって、おい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 、ほれ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 。くそ、こいつずるいな。お前それはずるいんじゃないのかい？待って。飛ばさせるな。痛い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 。なんか食らった。なんか食らった。危ねえ。やった？オッケーオッケーオッケー。ほら、ほら、ほら。あ、これ濡れてねえか。なら。なら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 。ほれ、ほれ、ほれ、ほれ。やはり強いな、これ。オッケー、沈め。よいしょー。ふう。グリオークの火炎図の雑魚が二度と逆らうな。あー、勝っちゃったねー。じゃあこれでグリオーク三州全部討伐完了ですね。勝てます。まあ、なんか食らったけど、多分火炎か何かかな。あ、まあ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 、食らったところでこのダメージを、全然、全然余裕だわ。こっから先は、まだ全然行ってないか。マップの解放だけやった感じだな。そうか、まあ、とりあえずこれで、まあ、ざっくりここら辺は、見て回ったんだよね。まあ、なかなかいいペースかな。まあ、途中寄り道とかはあったけどね。じゃあ、次回そうだな。この辺で馬宿ないか。こっちかな。この、ポプラ、高知眺望台のあたりの探索をやって、こっちを進めて、って感じかな。あと、これも気になるんだよね。てか、今行けんのかな？まあ、ちょっとわかんないことありますが。まあ、一旦、ここで終わっておきましょうかね。ではでは、よかったら次回も見に来てください。そして、チャンネル登録、高評価、していただけるとすごい励みになりますんで、ぜひぜひお願いいたします。では、今回ここまでご視聴、ありがとうございました！